いたしました。ただいまより川崎ウィンドオーケストラの皆様による演奏を始めます。お願いいたします。
お送りいたします曲は天国の島です。この曲は吹奏楽コンクール課題曲として作られ、現在ではジャニーズグループ TOKIO の人気バンドに鉄腕ダッシュの企画であるダッシュ島という企画のテーマソングとして使われております。和の雰囲気漂う天国の島、どうぞお聴きください。Thank you.
をいただきまして、当団の第14回定期演奏会のお知らせをさせていただきます。10月2日日曜日13時30分から、会場はここ幸市民館大ホールです。改装前の最後の演奏会となりますので、ぜひご来場ください。また団員の方も随時募集中です。下は16歳から上は60歳以上の団員も在籍しておりますので、ホームページにて詳細をご確認いただき、 お気軽に見学にいらしてください。早いもので次が最後の曲となってしまいました。最後にお送りします曲はディープパープルメドレーです。団員一同楽しんで演奏します。演出にもご注目ください。本日は最後までお聴きいただきありがとうございました。
回にわたりご覧いただきました第36回幸い文化センター祭りの演技の部を終了いたします。ありがとうございました。引き続き第36回幸い文化センター祭りの閉会式を行いますので、そのままでお待ちください。それでは閉会式を始めたいと思います。私は幸いサークル連絡会の副会長の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。まず最初に私たちがいつもお世話になっております、また活動にご協力をいただいております幸い市民館館長佐藤忠様からご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。していただきました。いかがだったでしょうかね。ね、素晴らしい作品にも期待になりました。素晴らしい演奏も、お楽しみいただけたんではないかと思います。36回ということで、実はこの文化センターができた時からの、毎年、続いている伝統的なお祭りでございます。これもですね、日頃ここをですね、ご利用いただいて活動をされている皆さん方の、おかげで、こういうことがですね、毎日開催されていると、これ本当に感謝いたしましてもね、非常に感謝というところでございます。ただ残念ながらですね、今度来年の3月がですね、ちょうどここがですね、本当36回ということは、これだけ37年経っているところなんですが、かなり、建物も傷んでまいりましたので、少しですね、ちょっと手を入れるということで、実は来年の3月は閉館の機会になってしまいます。ということで、来年はちょっとですね、お休みをいただく形になるとは思うんですが、またその翌年はですね、さらにですね、盛大にですね、行えるんじゃないかと思っております。このホールのですね、照明とか、音響の設備もですね、新しくなりますので、さらにですね、素晴らしい皆さんの演奏がですね、お楽しみいただけるようになると思いますので、1年間、本当にまたできないんですが、その次素晴らしいことができると思いますので、ぜひですね、またお楽しみになっていただきたいと思います。本当に2日間、参加していただきました。皆さん、そしてお越しいただいた皆さん、本当にありがとうございました。またこれからもですね、幸い市民館幸い文化センター、ぜひですね、ご利用いただいて、皆さんの活動を広げていただきたいと思います。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、佐藤会長、ありがとうございました。続きまして、幸いサークル連絡会の会長の八木秀子よりご挨拶申し上げます。ご来場の皆様、サークル連絡会の会員の皆様、塚さん、どうもありがとうございました。皆さんがこの1年間、この幸い文化センター祭りのためにいろいろな場で学び、そして努力をなさってたくさんの作品を発表していただき、あるいは歌声を聞かせていただき、演奏を聞かせていただき、文化センター祭りが今年は37サークルの参加でございましたが、盛大にこの閉会式を迎えることができました。今館長のご挨拶がありましたけれども、幸い市民館のスタッフの皆様、とりわけ舞台のスタッフの皆様には大変助けられました。支えていただきまして、改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。くしくも今年の幸い文化センター祭りは5年前の東日本大震災と全く同じ日程で行われております。5年前の3月11日、私たちがほぼ準備を整え終わりましたところに、あの未曾有の大震災が起こりました。残念ながらその翌日から2日間予定されておりました、幸い文化センター祭りは中止せざるを得ませんでしたけれども、その時、東北地方にお住まいのご親族やご友人を心配されて、
痛いも立ってもいられない思いをされた方もたくさんいらっしゃると思います。私たちがこうして佐賀文化センター祭りを無事に行いますのも、やはり平和な社会、安全な地域、そして何よりも私たち自身が健康で活躍できる、そういう場にあってこそのことだと思います。今会長の方からお話ありましたけれども、来年は残念ながらセンター祭りを取り行うことができません。ぜひ2年間分の成果を持ってまたセンター祭り第37回のセンター祭りを盛大に取り行いたいと思いますので、ぜひ皆さんご健康に注意をされて、また2年間分の成果を発揮されていただきたいなというふうに思っておりますので、またそれまでよろしくお願いいたします。スタッフ本当にどうもありがとうございました。今年も募金箱を置かせていただきました。たくさんの方にご協力いただきましてありがとうございます。残念ながら今日この場でご集計の発表というわけにはいきませんが、後日幸い市民館の幸いサークル連絡会の掲示板に、集計内容を発表させていただきますので、ぜひその方もご覧になっていただければというふうに思います。本当にどうもありがとうございました。これでよろしくお願いさせていただきます。はい、やり会長ありがとうございました。それでは最後に会場の皆様と花を咲くを歌いたいと思います。お手元の歌詞カードをご覧ください。なお、花は咲くというところで手を挙げていただいて体を左右に振ってください。ではサークル連絡会運営の皆さん、舞台をお願いいたします。伴奏をしてくださるのは川崎ウィンドオーケストラの皆様です。指揮は奥沢大輔先生です。奥沢先生、よろしくお願いいたします。
ました。奥沢先生、川崎ウィンドオーケストラの皆様、どうもありがとうございました。これをもちまして、第36回災害文化センター祭を終了いたします。なお、ホール、ロビーにおいてお花のプレゼントがございますので、お帰りの時は必ずいただいていってください。今日はどうもありがとうございました。